オーケストラっていうのが自由なフォルムのまさに音楽バージョンですあ、そよね。うですね。その指揮者によってフリーっていうものが表現されるけど、何回も繰り返す練習によってそのオーケストラの演者たちはルールをもうルールとして抑えてるっていうところ。指揮者も、マエストロの指揮者もですね、究極はやっぱりその演奏者に任せるみたいなところがあるみたいで、特にプロなんかは、そうするとそこら辺はやっぱり自由なんですよね。つまりその場のスポンテネアス、即興性が双方にあると。そうなんですね。指揮者の側も向こうに委ねる時もあるし、まあ当然演奏する方はずっと指揮者見てるわけだから。で、しかもそのやっぱり本番の時とこうそれまで練習あるいはゲネプロの時とやっぱりその時のそのいわゆる気持ちの持ちようが違うので、全く違う指揮をしたりする場合もある、やっぱり人間なんである、あるそうで。ケイト・ブランシェットが演じてた映画の女性指揮者の話の映画あったんですけど、あれもね、熱演ですごかったですけどね。まあ、ああいう感じなんでしょうね、本当に。オーケストラの指揮者って。ベルリンなんかまあそれぞれ一期一会なんでしょうけど、もうその時になってみたら分からないっていうね。